はい、どうも、すだちです。今回の動画なんですけど、今回の動画はね、僕、すだちはね、爬虫類を、たくさん飼育しています。まあ、そうなってくると、いろいろお世話というものが必要になってくるんですが、まあ、今回はね、僕の飼育しているサバンナモニターのあずきちゃん、この子の、まあ、メンテナンス動画、ケージ内をね、綺麗にしていく様子を皆さんに見てもらおうかなと思います。やっぱりね、生き物って、まあ、可愛いだけじゃなくて、この日々のお世話っていうのがね、まあ、当然ながら必要になってきます。で、まあ、そういったお世話がね、どんなものなのかというのをね、ほんのちょっと、ほんの一部なんですが、皆さんに見てもらおうかなと思います。でね、そのね、動画を撮影した後にね、今このオープニングを撮ってるんで、びちょびちょでね、ちょっと美女が終わってるんですが、まあ、なんでそうなるかとかね、見てもらえばわかると思います。それでは見ていきましょう。どうぞ。はい、どうも、すだちです。で、今ね、このめちゃめちゃね、ポーズを決めてカッコつけているのが、僕の飼育しているサバンナモニターのあずきちゃんです。でですね、今日の動画はですね、まあ、冒頭でも言ったと思うんですけど、まあ、生き物を飼育していく上でね、可愛いだけではなくて、日々のお世話というものがあります。で、今回はね、このあずきちゃんが、じゃじゃん、わかります？こちらにね、うんちをね、してるんですよ。で落ちてきた。こんな感じでね、そのうんちを踏んづけて、いろんなところにベタベタとやっちゃってるんですよね。ね、あずきちゃん、ぶちかましてくれたね。はい。で、まあ、こういうことはね、日常茶飯事です。まあ、正直毎日こうなってることもあります。まあ、これがね、生き物を飼育することだと思いますので、今回はね、こちらをきれいにしていきたいなと思います。あずきちゃん、ご飯じゃないのよ。あんたね、多分ね、おててとかあんようにいっぱいうんちついてるでしょ。って顔してますね。じゃあ早速ね、掃除していきましょう。はい、あずきちゃん、掃除するよ、掃除するよ。
はい、あずきちゃん、あずきちゃん、お掃除終わったよ。迎えに来たよ。いい子してた、いい子してた。じゃあ戻りますよ。はい、ということでね、こんな感じであずきちゃんのケージ内をきれいにしましたね。あずきちゃんきれいになったんね。でね、やっぱりね、生き物を飼育するということは、まあ、当然ですけど、まあ、こういったことがね毎日あると思います。まあ、もちろんね、水入れの中で、うんちしてくれれば簡単なんですけど、まあ、正直ね、毎回毎回水入れの中でうんちするわけでもないですし、まあ、今回よりひどくね、もっとケージ全体にベチャベチャベチャってねなってる時とかあるので、まあ、こういったことも覚悟して生き物を飼育する必要があるかなと思います。まあ、こういったね、大変なことがねたくさんあると思いますが、まあ、それ以上にね、この子たちがくれるものは大きいと思いますので、僕は全然苦ではないですね。かわいいな、あずき。ご飯じゃなくてごめんね。はい、ということでね、今回の動画はこの辺にしとこうかなと思います。でまたこのあずきちゃんのね、かわいい動画上げていきたいと思いますので、よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご覧いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。また他の動画もチェックしていただけると嬉しいです。